番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。はい、8番乗り場というゲームを遊んでいこうと思います。これはさ、ちょっと前にやった8番出口っていうゲームの公式の続編らしいんですよね。で、私8番出口も遊んだので続編やっていこうと思って購入してみました。この人8番出口にもいたおじさんなんだよね、確かね。今回もいるんだ。この人は8番出口たどり着けたんでしょうか。で、事前の情報は調べてないんですけど、多分8番出口と一緒でさ、異変を探すだと思うんだよね。で、まあ最初だから異変らしい異変はないんじゃないかなとは思ってるんだけど、なんかこんな感じで進んでいくみたいなんだ。こうやったら開く？あ、来ましたね。なんか画質若干荒くない？オプションでなんか触れるかな？グラフィックス最高にしたら私のパソコンついていけるかな？ガクガクしたらやめるか。再開。なんかドア開けられないけど。あ、結構近づかないと開けられないみたいかな？で、きっとこの辺から異変があったりなかったりすると思うんですけど、この人背高いな。おじさんいつも通り？おじさん、近い近い近い。なんかおじさん高解像度じゃない？前回より。これレイゼンって読むんだ。これでレイゼンって読むんだ。わかりやすいのが来れば気づくけどさ、やっぱこの、なんていうの？中吊り広告とかのちょっと変わってるとかはわかんないよね。どうだろうね。だけどなんかね、他の実況動画を見た友達が結構怖そうだったよみたいなこと言ってきたんですよ。怖い。ドア開けるの。でも、何？これさ、なんだ？合ってたかどうかってどこでわかるんだろう？ OK だったよっていうのがわかるのはどこなんだろう？ないよね、なんか。てか、こっちに行くで合ってます？あ、これさ、あー、待ってください。じゃあ走って、ちょっと待って、ね、無理なんだけど、ね、なんで開かないの？ね、ちょっと待って、ね、ちょっと、何？何なの？だって あれおかしいじゃん。あれ、待って、もう近づかない。なんかちょっと変わってない？あれ、ちょっとね、戻るんじゃないの？開かないんだけど、どうしたらいいの？てか何、どうしたらいいの？マジでどうしたらいいの？あれだっておかしいじゃん。ほら、あれ、どういうことあれ、ねえ、これだってさっきお前になってたよね。ねえ、どういうことなのかな。ねえ、なんか誰か教えて。おじさん教えて。これどうしたらいいの？ガタ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 ってなってるね。なんかあれかな。気づいた判定かな、今のが。戻ることってできなかったよね、今。ガシャンガシャンガシャンって。いや、変なキー押しちゃってさ、今日のニュースみたいの出てきちゃって、もう死ぬほど焦った。近づいて、開けるでしょ？あ、これ違うじゃん。これ、ほら、レイザーに行かなきゃいけないでしょ？それで戻る、みたいな。いや、やっぱ戻れないんだよね。これ怖いよね、この開かない感じ。でも、あそこ行ったらさ、異変見つけてない人みたいになんない？進んでみる？間違ってるかな、このやり方。ね、なんか書いてあるじゃん。なんか書いてあるじゃん、床に。8、9、4。これな、何これ、この上のさ、この四角なんだろう、電池みたいな。ちょっと、1ヶ崎なんだけど。あ、やっと気づいたわ。ここで、次が1になってんだ。次なんか2が数字に入った地名になるんだよ、きっと、駅の名前。L1 って書いてあるよね。で、まあ、あっちに行けばいいんだよね、多分。怖っ。ちょっと待って。開かないんだけど。なんでこっち側が開かないの？なんでだろう。じゃあ戻ればいいってこと？開かない。助けて。死にたくない。マジでどうしたらいいんですか？おじさん、助けて。後にも先にも戻れなくなってしまった。これなんかさ、私ずーっと、この、
車両にいるんですけど、何かこれが何なのかわからなくてさ、さすがに進めなさすぎるんで調べちゃったんだけどさ、そしたらこれはね、矢印に書いてあるこの数字の数だけドアを触ると進めるらしいです。で、まあ間違えても戻されるとかじゃなくてずっと挑戦できるから、だからまあ分からなければずっとここに閉じ込められてるってことみたいなんでやってみようかな。まず、こっちのドア8階、向こう9階、戻って4階ね。まずこっち1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 次向こう9階ね、こっちのドアです。9階触るよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK。で戻ってあっち4階開くかな、ちょっと怖いんだけど。1、2、3、4、あー行ったえちょっと待って待って、戻してください。え、何ってか、何、私隙間に閉じ込められてるんだけど。いやおかしいでしょ、ちょっと待って、だんだん見慣れてきたぞこれ。もしかしてさ、進まないといけないの。やべやべ、待って、怖いよ、なんで怖い。だって進まなきゃいけない空気だったじゃん今絶対。いや、ぶつかっちゃいけないのかな、もしかして。ちょ、マジ怖い、ちょっと涙出る、マジで怖い。もういいよ、なんだよ あいつらあんなに狭くてさ、もうちょっと詰めてくださいって感じじゃない。もう私怖すぎて笑えてきた。逃げるとかじゃないのかな、もしかして。あ、0番じゃない、新幹線0号とさのなんかグリーン車と一緒で進まないといけないんかな。ポスターの異変あった時も戻れなかったから。でも走んないといけないやつ出てきた、どうしよう。走らないといけない系は私本当に苦手だな。キーボードで走る操作が本当に下手なんで、なんか何もないような気がする。行こう行こう、おじさん異変なし多分ね。でそもそも異変がさなくても進んでいいのかな。異変がなかったら戻りなさいとか、なんかちょっと待って、走って、私早く走って。あれダメじゃん、ちょっと待って、戻るのかな、ちょっと待って、開かないけど。いや、おかしい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 、助けてねえ、どうしたらいい、ねえちょっと待って、怖い怖いんだけど、ねえねえねえ、あーあー、早く、ちょ、生かして、無理、なに、なんかもやちょっと、なに、ねえなんか開いてる、え、外出たが、え、なんで電車なくなってんだけど、マジでなんで、いきなり何、え、わかんない、歩きたくない、怖い、なんか、空、どうって書いてある。なんでいきなりこんなとこ来た、さっきレイゼンだったよね、行き先。てか、霧晴れないかな、怖いんだけど、この駅おかしいでしょ。ああ、怖い、歩いちゃった、ごめんなさい、怖い、足音怖い。てか、何、え、なんで、なんか、左がレイゼン、ちょっと待って、後ろとか全然誰かいない、まつ、もうほんと怖い、誰かいませんか、まち、怖いよ、あ、怖いよ、やめてくれ、草むら、ねえ、おかしいって、どこ行けばいいの、え、マジで何、ねえ私、え、あ、びっくりした、か、え、か、あ、か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 、帰れないって書いてある、なんでだよ、え、何、何なのここ、くくどっていう駅に来ちゃったら終わり、人生の終わり、帰れないって書いてあった、私帰れないの、待って、霧の中に入ってちゃった、あ、ちょっと待って、助けて、このゲームやめたい、もう始めてちょっとしか経ってないけど、なんでこんなとこに置き去りされたんだよ。ねえ、なんかさ、この感じで私今5分くらいさまよっててなんかこれさ、ゲームを終了しか戻る方法ないらしいです。そんなことあるなんか終了します。
なんか今のってやり込み要素だったんだって。だからなんかね、やんなくていいことだったのになんか私飛び降りちゃったみたいで、電車を。でもさ、なんか電車の中さ、スモークみたいになってさ、前には進めなくて、まあ後ろに行けばよかったのかな。難しくない？とりあえず進んでいこうと思います。ネクストレイゼン。後ろから足音しないか。ほんとさ、そもそもね、戻るべきなのか進むべきなのかもよくわかんないでプレイしてるよ。異変ありますか？おじさんの異変なさそうですね。異変なさそうだったんで進んでいくか。どうですか？おじさんは異変なさそうです。どうだろう、ないからって進んでいいのかな、そもそもね。え、びっくりした。あ、なんか壁にさ、壁になんか貼ってあるんだけど。壁じゃない、違う、あのさ、ドアに、何あれ、何が貼ってあるんだ。え、ちょっと待って、怖いんだけど、怖いんだけど。え、なんて書いてある、ちょっと待って、ミンの怖いんだけど。人間のマーク、異変発生中。え、これ戻ちょっと待って、戻れないんだよね。そうなんだよ、なんか何、どうしたらいいの。この車両の異変が消えるまで次の車両には進まないでください。消える。え、わしがもたもたしてる間に消えてんじゃない。この先行くよ、悩んだんだけども、なんか待ってなきゃいけないのかな、なんか起きた時に。待ってるっていうか、あー、開けちゃった、勢いで。なんかその場でさ、なんかそれが過ぎ去るのを待つみたいなことかな。え、何、なんか音がする。え、何、聞こえる、聞こえるんだけど。え、ほら、聞こえる。開けるなって書いてある。ちょっと待って、無理、怖いです。どうしたらいいの。開けるなって書いてある、開けちゃいけないってことだよね。ちょっと待って、何が、あのドアかな。待って、怖いんだけど。待って、ちょっと怖いんだけど、ねえ、怖いんだけど、怖いんだけど、なんか近いんだけど、なんかもう嫌なんだけど、助けて。どうしたらいいの、どうしたらいいの。助けてくださいって言ってる。います、います、大丈夫ですか。でもさ、開けるなって書いてあるんだよ。え、ちょっと待って、怖い、助けて、怖いよ。ねえ、あなた平気な人ですか。助けてください。え、あなた助けて平気な人ですか。誰かいませんか。います。誰か。いますよ、大丈夫ですか。開けてください。え、私殺されるかな。でも困ってるのかな、この人。大丈夫、助けてください。閉じ込められちゃったの？だって困ってたじゃん。なんでじゃあ開けずにどうしたらよかったの？マジで嫌なんだけど。なんなの本当にさ、ねえ、なんかもう嫌だ。だって開けるなって言ってるけどさ、助けてくださいって言ってさ、それで開けたらさ、なんか戻されて、なんか書いてあるぞ。私がミスをしすぎだからか。電光掲示板をご確認ください。はい、これね、まあ、これがヒントだよって一応教えてくれたけど、これでちょっとずつさ、先に進んでいく確認になることは分かったんだけど、今んとこ一向に進めてないよね。なんか手応えがないんだけど。異変は確かに体験してるけど、手応えがない。よしよしみたいな、進めてるぞみたいな手応えがありません。てかね、開かないよ。開いた、怖い。なんか怖い異変多くない？結局異変があった時にさ、ほんとどうしたらいいのかな。なんか突き進んでいって、今ドア開けたらダメだったじゃん。でもなんか戻ることもできないんだよね、大体。とりあえず進んでいく。異変がないように感じられましたので。なんかある？いきなり起きるからな。大丈夫そうだけど、開けてみるか。どう
どうどうどう、おじさんに異変なし。あ、あ、あ、チカチカ、助けて、無理です無理です無理です、怖いです。でも進まなきゃいけないのかな、これ。でも進まなきゃいけないの。ねえねえねえ、ないんだけど。ねえねえねえ、ドアないんだけど。助けて助けて、ねえ、暗い暗い、開いてるよ、またドアが。また変なさ、とこに連れてかれるでしょ絶対。また私変なとこに誘われる。あ、こっちも開いてる。おじさんはいなくなってる。これここから降りるしかないのかな。でも本当そうだよね、ここから降りるしか。え、電車、え、電車、え、電車なんだけど。え、ちょっと何、え、絶対無理なんだけど私。あ、二の塚、初めて見たぞ。二の塚だね、塚じゃない、二の塚、二の塚。ちょっと待ってね、お腹痛いんですよ今、怖すぎてね。なんか全てのものが怖く見えてくるんだよね。大丈夫かな、異変なしと思う。えっ、開ける前はいなかったじゃん。誰だよあれは。あれもさ、ぶつかっちゃいけないのかな、もしかして。見てる？こっち。こっち見てる？これでも、だって、だってね、だってね、戻れないんだから。ねえ、戻れないんだから行くしかないんだから。行くしかないけどさ、ねえねえ、おじさんどう思う？あの子のこと。こ、近づ、怖い、チカチカチって怖い、探してって書いてある、怖いよ。探すの？言うこと聞いた方がいい。痛い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 、見とるやんけ。痛いよ。痛い。え、見つけた。うん。見つけた見つけた。見つけたから出して。でー、出してくれないよ。出してくれないよ。痛い、痛いよね。そこにね。電車の外にいる。どうやって立ってんだか知らんけど。めっちゃ見とる。怖い。ほら、ほらほら、いた。ね。ほら見つけた。ほい。よし、よし、よしとしてくれ。頼む。開いた。怖かった、怖かった。でも悪さはしない子供だった。あんまり怖がっちゃかわいそうだったかな。じゃあこれ開けたら始まるからさ、開けるか。はい、始まりましたよ。次はさ、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 さんざ、さんざ、さんざで合ってる。まだこれ3つ目ってことか。0、1、2、3だから4つ目か。怖い。開けたら始まる。うーわー、ちょっと急いで、ちょっと間に合う。あ、あ、開いた。え、うわー、いやもう異変とかの話じゃないでしょうが。ちょっと待って、走った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 、怖い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 。いや怖っ、何？マジでさ、ねえ、びっくりするやつが2連続できた。もう怖い怖い。今どこなの私。いつはら、いすずはら、あれでいすずはらって読むの。5まで来たんだ。3から一気に5まで来た。あの赤い水めっちゃ見覚えあるんだけど。8番出口にも流れ込んできたよ、あの水。おじさん異変なし。おじさん、あの手がジューンって出てきても、うーんっていう感じでスマホいじってたけど、この人のメンタル分けてほしいわ。あの手多分捕まったらアウトっぽい気がするな。なんかでも静かなる異変ってあれかな、あったとしてもさ、それを見落としたとしても進んでいくが正しいならさ、なんかゲームとして成り立たないか。進めるか試すような異変ばっかり来るってことなのかな。こっちの説明が下手すぎるけど伝わりますか。よし、進んできたけどどう。あ、伊豆津原から進んでない。あ、なんかこういう感じなのかな。何かが起きた時の対処を間違えるとダメみたいなことか。
じゃあ何も起きないなら進んでっていいのかな。怖い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 。なんか起きる？パッと見何もない。パッと見ね、なんか何も起きないこと続いてるんだけど。え、開かない、え、開かないんだけど、助けて、開かないんだけど、開か、え、あ、え、おじさんいない。あ、おじ、おおおおおおじさん、おじさんどうしたの。おじさん閉じ込められちゃって、やばい、あのおじさんやばい、おじさんじゃない、やばくなっちゃってる。ちょっと待って、どうしたらいいかな、どうしたら正解。前の扉はとりあえず開かなかったんだけど、ちゃんとこうおじさんを見つけて、ああ怖いよ。避けられるわけないじゃん。だってさ、ねえねえ、抗議したい。だってさ、ここにおじさんがいてさ、なんか書いてあるぞ、電光掲示板。もうミスりすぎて言いたいんでしょ。ここにおじさんがいて見つけてあげて、やばいこっち来たって言って、うわーってこっちに走ればよかったってことかな。操作が下手な人はもう死ぬしかないじゃん。あれゼロに戻っちゃったねえ。あなたが裏切ってくると思わなかったから油断してました。まあでもあるよね、あることですよね。ここに一人だけいるんだからあるよね。めっちゃ怖かった。こっちに来るなら最初から来ればいいのに。まあ、何もないかな。何かがあれば多分ドアが開かないんでしょうから、サクサク進んでいくで合ってるか。何もないんですか。怖いんですけど。おじさん異変なし。もう絶対立ち歩かないでよ、絶対ね。そこから動かないでよ。何も起きないなら進んでいく。あ、ドア開いたわ。何もないんだ。なんかある？ありそう。さすがにありそう。おじさんの異変はなさそうだけど、これドアが開かないと怖いんだよね。開いたわ。いけるわ。いけたわ。あ、あ、ダメ。カチカチ。あー、ダメだ。これ何パターン？煙じゃん。これさ、さっきのパターンじゃん。でもさっきさ、飛び降りちゃったから、じゃあこっから何かが出てきたりはしない。いや怖いよ。でね、でね、ここにさ、降りるなって書いてあるのよ。降りるな。でこれで私降りちゃったからダメだったんだと思うんで、うわ怖っ。助けて、早く行かせてくれ。え、それで何、それで何なの。出発、いつも通り出発。あ、ドア開いた。はあ、怖。今のでいいのか。降りないようにすればいいんだ。なんかなんだろうね、怖すぎて降りちゃった。あの心理なんだろう。降りたらもっと怖いかもしれないのにね。あー、次行きます。同じ異変が来たね。一ヶ崎になれました。先に進んでいこうね。開くかな。開いた。よし、何もなかったんだ、何もなかったんだって安心するのがこの瞬間だから怖いよね。よし、なんかありそうじゃない？ん？開けるな。あ、さっきのやつだ。あれ開けちゃダメなやつで、開けちゃダメな、いや怖いわ。ずっとここで待ってればいいのかな。どこかまで行って待ってればいいのかな。うん、怖い怖い。おーい、すみません、すみません。開けるなって書いてあるもんね。あれに従った方がいいんだよ、電光掲示板に従った方がいいの。怖い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 。いません、ごめんなさい、本当すいませんけど、もう絶対それできません。誰かいませんか。いませんよ。え、どうしたら この辺で待ってればいいのかな。無慈悲にあっちに戻ろうとするはできないもんね。いなくなった。ドア男。え、何がトリガーだったんだろう。後ろに戻ったことは別にトリガーじゃないと思うんだよね。なんだろうね、近づけばよかったのかな。なんだろう、おっとおっと、急いでください。怖いよ。何が起きた。何も起きてない。いや、起きたんだよ、私は知ってる。起きてた。はあ、今3だね。
3になりましたね。3座。もうね、なんかもうね、叫びすぎてね、喉ガラガラになるから命削ってホラゲしてる。ここまで来て何も起きないとやっぱなんか何もなさそうなんだよね。行きましょう行きましょう行きましょうね、どんどんね。何かありますか？あ、振り向くな振り向くな、やばい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 、ちょっと待って、振り向くことはできないけど、ちょっと待って、怖い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 、しかもねダッシュできないの、今ダッシュできないの、怖っ。いい加減にしてくれ。でもさ、今自分の声であんまり声聞こえなか、声てか音聞こえなかったけど、何が起きてたんだろう。近づいてきてる音が聞こえてたのかな。駅の名前白川、白川行きになってます。え、進んでるね、今勝手に進んだ、今勝手に進んだんだけど、え、本当？え、な、え、マジで何だったのかな。え、勝手に進んだと思ってたけど違うかな、なんかキーボード押してたのかな、なんかもうやだ、自分がわからない。オープンオープン、なんか勝手に進んでるとか言って自分が怖いんだけど。おじさん異変なし、もう怖いからどんどん行くしね、振り返ったりすると怖いからどんどん行くし。あー、いるわ、変なのが、変なのがいるわ。おじさんだわ、おじさん、なんか頭ないわ。あのおじさんのことどうしてあげたらいいのかな。あそこにいられると困るんだけどな。おっとおっとおっと、こっちを見ているな。あの人にぶつかんないように行くのかな、もしかして。いや、こわ、おじさんあんな姿になっちゃって、いや怖いんだけどマジで。このさ、ドアのところちょっとさ、隙間が大きめに開いてるから、ここでちょっと待って。うわー怖い、マジで怖いんだけど、マジで怖いんだけど、マジで、ちょっと待って、見ても怖い怖い、マジで、こっち来んな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 、怖い、ちょっと待って、怖い怖い怖い、早く早く、ああおじさんもうやめて、おじさん私はもうおじさんと戦う気はないんだよ、おじさんと戦う気はないの、おじさん、おじさんもうやめて、私に執着するのはやめて、おじさん、やばいやばい、やばい、ほんと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 やばいって、おじさん顔やばいって、顔顔、さっきもやばかったけど今回もやばい、ちょっと待って、ねあー怖いなあれどうしたらよかったの、電光掲示板見てなかったわ、怖すぎて、どう、なんだよマジで、どうしたらよかったのあれ、はあ、横通りすぎる、合ってなかったってことだよね、どうしたらよかったの、立ち向かいすぎだって、なんか立ち向かってく系でしかなんか進めないのかなって思ってるからさ、立ち向かっちゃったよねえおじさん、裏切るにしてもさ、やりすぎだよおじさん、ねえおじさん、ずっとそこに座っててって言ったでしょ、勝手に立ち歩いちゃダメだってば、マジでいい加減にしてくれおじさん、早く終わらせたいね、早く終わらせて解放されたい、どんどん行きましょう、どんどんね、どん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 行く、開いた、もうさすがなんかあるでしょ、今なかったからあるでしょ、ないないな、ないか、本当におじさん大丈夫そう、ちょっと待って、おじさんが大丈夫であればもうどん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 行こう、開くかな、開きました、行く、いた、人いたわ、近づいてくる近づいてくる近づいてくる、どうしたらいいのこれ、これどうしたらいい、ほらめっちゃ近づいてきたじゃん、どうしたらいい、ここにいるの ミスってるかな、ここにいるのダメかな、終わり、ちょっと近い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 、怖い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 、見えなくなってる時じゃなくて立ってる時にサササササって行けばよかったんじゃない、多分そう、同じのが来たらそうしてみる、ねえ襲いかかってくる人ばっかりなんだけど、何なんだこの電車は、でもなんか横をすり抜けたらいいパターンとさ、何をすればいいかが分かんないのが多いんだよね結構、
どうすればよかったのってずっとなってる。今度は何かありますか？おじさん異変なし、ちゃんと座ってるね。怖いです、やめてください。何かが起きるのはもう、なんかの間違いで何も異変がないまま先に進んでいって終わりまでいかないかな。なんかある？なんかある？電光掲示板異変なし、おじさん異変なし、多分。あ、やばいやばいやばい、何か起きてる、何か起きてるぞ。なんか進めなくなったもん。あ、おじさんだ。あ、おじさんパターンじゃん。おじさんがドアのところにいる。これさ、こう振り返って走る。できるかな。できるかな。どこで開く？ドアどこで開く？来い、来るなら来い、来るなら来い。ここか。来た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 、走れ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 。あー怖っ。ドア開いたり閉まったりしてんじゃん。ちょっと待って、異変が連続で来ると心臓に悪いんですって。あれ何、あれ今度は何だ、新しいタイプの異変だぞ。おじさんがさ、襲いかかってくる異変、どうにかなったね。でも心臓バクバクしてます。あのドア何、どうしてほしいの。あのドアどうしたの。誰かがいるわけじゃないけど、いるわけじゃないよね。うん、何もない。なんか言ってる電光掲示板、何も言ってない。これどうすんの。これ開いた。これはこれでいいんですか。なんだし、開いたんだけど、これど、え、あ、え、え、え、こ、これな、何、え、何、何、何、進、走ってく。開いたわ。あ、よかった。あー怖い、何もない車両に来た感じある。あー怖かった本当に。今みたいにドア開いてもさ、それに惑わされずに進めっていうのもあるね。今3です、おじさん異変なしですよね。行きます。おじさん異変なしのふりしてさ、追いかけてくるパターンあるから、信用ならないからね、ドア開けるまでは。よし、何もなかった。なんかある、なんかありますか。何も起きない車両か、本当か。何も起きない車両でした。何か起きる、さすがに起きそうだな。連続してるな、何も起きないことが。おじさん異変なし。何もないのかな。マジで何もなさそうだったな。おお、開いたわ普通に。うわ、明るい、動いちゃダメ。わかったわかった、明るくなった。暗い時動くのね、オッケー。怖い、どいてほしいな。あー、いけたー、怖かったー。私珍しくうまく言うこと聞けたと思う。もうね、コントロールが下手すぎるんで、今上手にできたわ、よかった。今ね、4です。4ですね、 OK です。おじさん異変なしだけど信用してないからね。何もないのか、何もなかった。開けてきます。うわ、いる、この人。待って、目を離すな。 OK、 目を離すなって書いてある。この人を見ながら行けってことだ。 OK 早くなくていいんだったらできる、早くなくていいんだったらできるよ。こういうこと、こういうことね、こういうことね。オッケーオッケー。これさ、端まで来たらさ、端まで来たんだけど、端まで来たんだけどさ、これ後ろ向いたら目離すことになるじゃん。どうすんのこれ。これどうすんのかな。こっちを見ながらドアは見れないよね。急いでドア開けるか。あ、行けた、行けました。すぐ入んなきゃいけなかったんだ、あのなんか真ん中のとこに。
怖い。うまくできたと思ったのに。悔しい。なんかさ、怖いと悔しいが入り混じってるんだよね。こうすればいけたのかなみたいな。できるだけ早く終わりにしたいのにさ、恐ろしい形でミスってしまって。どんどん行きますよ。なんかあるか。来るなら来い。なんかあの時々現れるさ、映像が乱れてる系の人間は一体何なんだろう。あと女の子ね。よし、何もなかった。次。あ、異変が発生していますの。ステッカーが貼ってある。あれだよね、窓ガラスにバンってしてくるやつ。もうわかるよ。ここでしょ。あれ、違うぞ。ちょっと待って。どこだ。どこだ。違う場所か。どこだ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 。いない。あれ、あのステッカーちゃんとあれかな、凝視しないといけないかな。これを見て、この次の車両には進まないでください。え、同じ異変じゃないのかな、もしかして。怖くなってきた。あ、これだ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 、このポスター。あ、そう、こういう可愛い顔なんだよ。今怖い顔になってた。え、なんか違う異変だった。違う異変だった。でもびっくりさせる系じゃなかったけど、今みたいのもあるんだ。でもさ、今みたいのがあるとさ、あ、こういう異変があるんだって気づくから優しいのかな。よし、次。なんかある？パッと見は何もない。おじさん異変なし。進んでいく。開くかな？開いた。何もなかった。次。なんかある？パッと見何もない。異変がなくても先に進んだことにならないっていうのが優しくないよね。異変に対する対処が間違ってたら戻されるっていう、めちゃめちゃ難易度高い、私にとっては。開きました。次。絶対なんか来るよ。来たー、来た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 。あいつが、あいつがね、見えてる時に通り過ぎる。早く早く。あー、いけたー。怖いよ。あ、え、ドア、ドア開いたんだけど。いや、あれは異変なんだわ。え、いやー、開いてるけどさ、開いてるけど、ちょっと待って、なんか、まじ、でもさ、さっきの、あの、ちょっと、あれはあれで異変なんだけどさ、さっきの人、映像乱れマン、映像乱れマンの対処、合ってたっぽいよね。でもちょっと危ない動きしたかも。暗くなって見えない時もさ、走っちゃったから、ちょっと危なかったかもしれないけど、きっと見えてる時に通り過ぎるで合ってたと思うんだよね。そして、これって、これ大丈夫？なんか聞こえるんだが。助けて、電光掲示板。しまった。あそこに飛び込んじゃいけなかったんだ、きっと。そうだよね。あ、普通に開いた。怖い。なんか起きる？パッと見何も起きてない。3になりました。3にね。よし、おじさん特に異変なし。もうこれでクリアしたいな、私。今どれくらい撮ってるんだ？今どれくらい撮ってるのか見たら1時間18分撮ってた。ホラゲーをやるにはさ、2時間とかやるともうほんと死んじゃうから、1時間半とか、長くて1時間40分とかでは終わりたいんですよ。もう結構ね、メンタル削れてきてるから、そろそろ真剣に。いや、ずっと真剣なんだけど。もうね、クリアしたい。次。来るか。パッと見ないな。怖いな。なんかいつもと違う音がするような気がして、でもそうじゃないかもしれない。あ、大丈夫。何でもない車両でした。次来るでしょ、絶対。絶対来ると思うな。あ、来た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 。来たー。これ最初に引っかかったやつじゃん。これさ、これさ、ぶつかんないように行くんだと思う。多分ね。いやー、マジで。怖っ。ほら、やっぱり、この人にぶつかったもん、私最初。こうやってぶつかんないように行くんでしょ。映像乱れマン、怖い。助けて。あー、合ってた、やり方。やった。怖かった。いや、5より先にまだ行ったことないんだよね。今4です。お、開いた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 。次。なんかありそうだな。あるかな。なんか起きるか。起きないか。2連続で起きないか。そんな甘くはない気もする。おー、でも開いたわ。なんもなかった。次。あー、いる。
あ、目を離すなだ、目を離すなでしょ。 OKOKOK、 今度こそね。でも操作を急ぐと多分ミスっちゃうので、ちょっとゆっくりで、急いで振り返って急いで先に進む。さっきそれでミスったからね、今回はミスんないよ。端まで来たら、はい、開けて、よし、逃げた、逃げられた、来た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 。今伊豆津原だ、伊豆津原、今伊豆津原、おじさん異変なし。行きましょう行きましょう。開くかな、開いた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 、優しい。次なんかある？なさそう。開くかな、ドア、怖いな。開いたわ、何もなかった、何もなかった。次、うぅ、いるいる、これ何何、写真撮ってたんだけど、おじさん怖っ。え、今ので会ってたのかな写真撮ってたよね、やめてもらっていいですか、肖像権あるんで。あ、むぐじゃない、むげです、むげ、新しくなった行き先。おじさん異変なし、もう絶対絶対クリアしたい。怖すぎ。今まで来たやつが来た方が対処できるけど、動画的に面白いのは今まで来てないやつでしょ。でもそんな余裕ないよ今私。おー、来ました、次なんか来そうだな。来てる？パッと見なさそうだけど、開くか、開いたら次7なんだよね。開いたわ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 、次。でも多分ね、あー来た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 、あのおじさんどうしたらいいか分かんないんだった。そうだ、見るな見るな、こういうこと、見るなって書いてあった電光掲示板に、ここにね。今遠くにいる状態だったら見ちゃったけど、こういう風に行きます、こうやって行く。どこにいるおじさん、いた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 、オッケー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 、早く行け早く行け早く行け、来た、怖い、来た。今77です、縄田縄田、こわ。あのおじさん見るなだった。やっぱさ、やっぱさ、電光掲示板見た方がいいんだ。私あんまり見てないよね、なんかこうかなとか言って勝手に進めてたよね。電光掲示板を見なさいってめっちゃ書いてあんのに無視してたよね今まで。結構どうしたらいいか分かんなかった。まず見よう電光掲示板、ここ開く？開いた、次8なんだけど。でもクリアできなきゃ8じゃない。行きます、来た、え、あ、異変ステッカーだ、異変ステッカー、異変が消えるまではってやつじゃない？優しいやつじゃない？優しいというかさ、間違えずに済むやつだと思うんだけど、ちょっと待ってね。まずこのステッカーを凝視した方がいいと思うんだ。で、ふーんつって読むじゃん。で、まあドアはクリックせずに、どこに異変あんだろうって、あー、見てる、目ん玉、あれが、あれが消えるまで、あれ、よいよいよいよ、よ、戻った。これで OK なんじゃないですか？どう？ど、どう？8番になったけどさ、本当に大丈夫これ、大丈夫。まあおじさんはいつも通り、ちょっと待って、これでさ、なんか追っかけてくんじゃない、最後に、最後にさ、何もないかな、怖いんだけど、早く早く、開いた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 、いける、あ、また異変ステッカーじゃん。8番をクリアしないといけないんだ。ちょっと待って、異変ステッカー優しくない？異変ステッカーありがたいんだけど、まあ、怖いけど、怖いけど、ちょっと待ってね。異変ステッカーを一応、まあ、意味あるか分かんないけど、凝視して、そうなんだ、ふーん、つって、探そうね、異変をね。異変探しましょうか。変な異変、変な異変？変な異変って何？異変を探します。なんかどっかに異変ある？ポスター、あー、あれだ！これ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 ！カタ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 ！獣医さん！ちょ、怖い！怖い、怖い、怖い、怖い！終わった、終わった、終わったんじゃない？終わったんじゃない？ほら！あ！終わった？え、まだ8番なんだけど、怖い、ちょっと待って、これ停車するっていうこと？え、大丈夫？電光掲示板の言うこと聞く？最後まで、いや、なんか怖い、こわ、これ降りて平気？おじさん着いたよ、降りる、あ、あー、行けた、電車から降りた、よかった、怖い、ほんと怖い、これ。
降りられてよかったっていうかさ、異変の種類が8番出口と全然違う。めちゃくちゃ怖いんだけど、8番出口で怖がってる人をさ見てさ、ちょっと味しめたでしょ。えっ、異変4、これ残ってるってことか。あと4つの異変。え、でもさ4つなんだ。あと4つなんだ。もうちょっとやるかなんか調子に乗ってるけど、怖いけどさ、あと4つだったら、いやでも怖いな、ちょっと怖いな、どうかな。ものすごく怖い異変が来てさ、しかもそれクリアするの難しかったらどうしようかな。やるだけやってみるか。サクサクいきましょうか。お、パチ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 。おお、これ知らない。これどうしたらいい、これどうしたらいい、これどうしたらいいか教えてくれる。あ、何も書いてない。これ突き進んでいい、これ突き進んでいいんですか。開かないんだけども。どっか空いてる席とかあんのかな。空いてる席に座るとか。あ、空いてる席あるじゃん。空いてる席ありました。これ空いてる席だけど、私もここに並んだ方がいい。仲間には入れてもらえないかな。え、ってかおじさんあそこに映ってんのにいない。あ、座れた仲間これ何、大丈夫これ。あ、ドア開いたってこと。この人たちになっちゃったよね今絶対ね。いけた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 。 あと3つじゃない。ほら、なってるなってる、異変さんってなってる。あと3つ探そう。あと、うわっ、怖っ、怖い。異変に、え、これもしかしてさ、8回やんなくていいのかな。8回やんなくていいのかもしんなくない。それだったら頑張れるかもしれない。今の手ペタペタ。え、じゃあさ、出てきてない異変が出てきてくれるのかな。すごいんだけど、ゲームとしてなんか優しくない。新しい異変来るか、来ないパターンもあるか。あ、来ないパターンでした。おお、揺れてる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 けど、これ揺れてるだけだけど、揺れてて、そして何、なんかした方がいい。あ、揺れてるだけ。え、永遠に、あ、止まった。永遠に揺れてんのかと思った。あ、異変残り1になってるな。残り1、とりあえずこれまっすぐ行って。あ、怖っ。赤い、ちょっと待って、赤いじゃん。待ってね、電光掲示板の指示が見たいけど書いてないか。これ赤いだけで進んでいい異変か。進んでみる、大丈夫この赤い異変。開いたんだけど、何、ええ、は、あ、ええ、なんかちゃんとした駅に着いた。あ、異変全部見つけたからかな。あー、やった。なんか、え、これ大丈夫、怖い、降り、え、電車もう行っちゃった。深淵なんだけど怖すぎるこれ、ここ上がって、え、この先とかさどうなってんのかな。ちょっと行ってみる、何があるのかな。何もない、何もないです。戻る、ここ上がっていく、上がってく、上がってく。あ、めっちゃ駅、めっちゃ地下鉄なんだけど、すごーい。この辺にトイレとかあるかなと思いきやない。出られるかな、これ。行きたいって書いてある。スイカとかパスモじゃなくて行きたいなんだ。これ出口とかどっちなんだろう、わかんないね。矢印とかも書いてないし、とりあえず走っていくか。え、なんか見たことあるんだけど、やばっ、8番出口だ。え、すごっ。ああ、怖いよ8番出口に8番出口を探すたびにまた行かなきゃいけなくなるんだ。え、すごい、なんか今ゾッとした。すごいな。え、ってかなんかさ、残りの異変見つける工程すごいなんか優しかったな。
またやんなきゃいけないのかみたいなのがなくって、新しい異変をなんか体験できて、そのままなんか違うエンドに行けてさ、めっちゃ良かったな。え、すごいすごい、私でも異変全部見つけることができました。しかもなんか意図せずさ、帰れない駅に行くこともできたし、あの駅なんだったの本当に。まもなく8番乗り場に電車が参ります、ご注意ください。なんかループしてるぞこれ、最初からやり直しになるんだ。へえ、でも一応異変全部見つけたからね、これでおしまいにしようかな。いや、めちゃめちゃ怖かったな。8番出口やれたからできるじゃんっていう軽い気持ちでやると、なんかもう死ぬことになるしかもさ、怖い異変に立ち向かっていかなきゃいけなくなるから、もうね、いや、私よくやりきれたと思います。頑張った。見てくれてありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあねー。